I want to tell to the younger designers, do not follow me. Their own design story should input to the new generously. まずデザインをする前に、ケルライト3のことについて、知ることから始めました。実際に三井さんにお話を聞いていく中で、一つ一つのパーツの意味合いや、どういった信念で、取り組んできたかっていうことを、知ることができました。はい、北見亮太です。スポーツスタイルフットウェアデザインチームの、フットウェアのデザインを担当しています。私にとって優れたデザイナーっていうのは、ただかっこいいっていうものを突き詰めるだけでなくて、人々をどれだけ快適にできるかっていうところがポイントになってくると思うので、そういった人が、いいデザイナーだと思います。ゲルライト3の全てのパーツ構成について、理解し、三井さんの考えを、現代的に応用して落とし込みました。この靴で一番特徴的なスプリットターンを、最新マテリアルにし、よりフィッティング部分を高めるためにラップアップした構造にしています。当時のゲルライト3の、スタビリティとして 3D デンシティは使用されていましたが、今回のアイテムでは他のパーツで、スタビリティを補えるようになったため、軽量でクッション性のある最新のフライトフォームを使用しました。この大胆に構成したヒールスタビリティ と、シューネームロゴである、ゲルライト30の部分を表す XXX の部分なんですが、これは、過去と現在をつなぐという意味でもありまして、この3つの X をつなげるような形状にしています。今後も三井さんの熱い思いっていうものを継承して、次のデザインにもうまく活かしていけたらと考えています。